はい、お願いします。小野です。今日はですね、マーケティングオートメーションとマウティックとは、先ほど稲葉さんの方から、今後のウェブ制作についてという話があったかと思うんですけど、その部分をですね、ちょっと、まあ、ちょっと技術的な部分で、アプローチという形でご紹介させていただこうと思います。で、今日やるスライド、もしかして見たことある人はいるかもしれないんですけど、初めて見るって感じで見ていただけるとありがたいなと思います。はい、ちなみにマーケティングオートメーション聞いたことないよって人います？初めて聞くっていう、ありがとうございます。ぜひそういう方にですね、エッセンスだけでも持って帰っていただけたらなと思って、今日準備してまいりました。はい、まず私の自己紹介からですね、小野と申します。Facebook、Twitter もやってますので、もしよければフォローしてください。これ去年ぐらい、僕の生い立ちがですね、このマウティックの、マウティック今から話すんですけど、僕まだこういう話を前で立って話はしてるんですけど、初心者レベルです。なのでこのすごい難しい話できるかというと、そうでもないです。なので、皆さんもですね、今日話聞いてもらって使えそうだなと思ったら、ぜひ使っていただいて、いろいろとディスカッションができたらいいなと思ってます。なので初心者の視点から のマウティックマーケティングオートメーションの話をさせていただこうと思ってます。はい、僕割と変な経歴の持ち主でして、2010年、専門学校卒業してからシステム開発会社で4年ぐらいプログラマーしてました。その後はですね、個人事業でウェブの制作だとか職業訓練の学校を立ち上げたりとかですね、そういうのをやっていて、2013年の末から不動産、うちの兄貴が不動産会社を立ち上げたので、不動産会社と保険会社を立ち上げたので、それに合流して、なぜか営業をしてました。2年ぐらいですね。割と不動産、ありがたいこと売ることができてですね、向いてなくはないなっていう感じだったんですけど、そんな好きではないなっていう感じでもあったので、また今2015年の末からですね、先ほど前で話してたおじちゃんの、東海共同印刷っていう会社に入りまして、ウェブの制作を今やってます。2010年頃はまだ55キロぐらいだったんですけど、今は75キロぐらいで、すごく太ってます。はい、資格としても割と基本情報だとかソフトウェア開発とかセキュアードとかですね、SJCP、三関係のプログラムの資格だとか、FP 資格とかですね、損保の募集人資格とか、いろんな資格は持っております。はい、子供が1歳5ヶ月になりました。僕いつも毎回ですね、子供生まれてからプレゼンテーションするときは、ちょっと子供の年齢を入れていこうと思って、これピーターパンの格好をさせて写真を撮ってきました。で、早速本題の方入っていきます。今日はですね、こんな流れで話をしていこうと思います。マーケティングオートメーションとは、マーケティングオートメーションについてまだ聞きなじみない方が多いので、そこの部分のお話をまずさせていただいてからですね、そのマーケティングオートメーションのツールであるマウティックっていう話をさせていただきます。その後ですね、そのマウティックの基本機能の紹介と、マウティックとワードプレスの連携の方法と、実際にちょっと実際にっていうか、そんなに大した事例ではないんですけど、簡単な事例をですね、紹介させていただこうかなと思っております。何か質問があればですね、随時手を挙げていただいてもいいですし、一番最後に聞いていただいても結構です。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまず最初、マーケティングオートメーションとはと、これ下に英語書いてあるんですけど、適当な英語なので間違ってるって言ったら教えてください、後で。はい、まずマーケティングオートメーションっていう単語、初めての聞き方もいると思うんですけど、ざっくり言うと、営業活動をより効率化するツールですと。マーケティングオートメーションのツール入れたら何でもできるんでしょうっていう、打ち出の小槌みたいな魔法の杖では決してなくって、今やっている営業活動を、少しですね、機械化して自動化して、効率よくやっていきましょうというツールになります。この前、ある印刷関係のですね、セミナー東京まで行って、浅井さんそれこそ一緒に行って聞いてきたんですけど、割とこういう関係の話は印刷業界でちょくちょく増えてきてるみたいですが、まだまだこれからの、分野になるかなと思います。多分ウェブ業界でもあんまりこれ知ってる方って多くないと思うので、皆さんぜひですね、この単語だけでもですね、今日持って帰っていただけるといいかなと思います。いや、これ説明する上でですね、ちょっと事例というか、こんな悩みありませんかというのを出させていただきます。問い合わせがあってですね、営業に行くのと、問い合わせがありました、あれ嬉しいです、ありがとうございますと、ちょっとじゃあ提案させてくださいよと、営業に行くと、で、でも結局失注しちゃうと、こ
これを繰り返していって結局営業コストが挟むだけでなかなか受注に至らないと。これこういうことよくありがちだと思います。はい、結構難しいですね。最初から最初の段階でこうお客さんのことを知れてお客さんのために一番効果的なアプローチができてってなかなか難しい話だと思うんですけど、割とこうなかなか問い合わせから受注に至るまでのちょっとプロセスがですね難しいタイミングことが結構あります。じゃあなんでこんなことが起きるのというところです。僕も不動産の営業をやってた時は、それこそですねお客さんが家僕家の前でずっと週末は立っていて、お客さんが車でブーンと来ます。お客さんかどうかも分かんないですけど近所のおばちゃんかもしれないですけど、車止めてあどうぞって案内してそこから一日のうちに契約まで持っていくっていうのは割と至難の技で経験がものを言う話になるかなと思います。多分今の流れでも受注できる人と失注できる人って割と営業マンの腕だとかそういったところに かかってくるんじゃないかなと。やっぱ初心者 の新米営業マンとなかなかここの部分って難しい。プロになればなるほど経験積めば積むほどあこの人こういうこと言いたいんだろうなっていうのが割とつかめてきて、受注に結びつきやすくなるというところはあるかと思います。ただやっぱりこう営業っていうのは、割と経験がものを言う、職業になっちゃってるんじゃないかなというところがございます。はい、その経験がものを言うな、営業に対してなんでこんなことがよく起きるのかというと、きっとですねお客さんの本気度っていうのは、結構あったかさって違うと思うんですね。たまたま、目の前で通りかかったからちょっと電話してみたんだけどっていう人とか、具体的にめちゃくちゃ検討してる人だとやっぱり一番右側の人の方がその、特定の商品に対して購入意欲って高い、受注に結びつきやすいと思うんですね。逆にたまたま通りかかった人にこの商品がこうでこうでってめちゃくちゃ何時間もかけて説明してもはーんって終わっちゃうこともあったりすると思います。はい、やっぱこれ本気度っていうのはやっぱりお客さんによって、全然違ってくると、それぞれもちろんですね本気度によって対応方法もやっぱり異なってきますよね。たまたま通りかかってこの商品ちょっと気になったんだけどって人にはちょっとパンフレットこれぜひ見てみてくださいと、で終わらせる可能性もあるし、より興味があっても買いたいんだけどどうしようかな迷ってんだよねと、先ほどのカスタマージャーニーマップ少し紹介してもらいましたけど、こっちまだ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 客でこっちはもう、今すぐ客もう欲しいよっていう人、それぞれ対応方法が異なってくるんじゃないかなと思います。はい、これプロの営業マンだったらここら辺がああこの人まだ買わねえなと、だったらちょっとこのパンフレット程度でっていう形でこう切り分けができるんですけど、初めての営業をする人とかだとなかなかこうあこの人まだ買わなそうだなとかこの人買いそうだとか、まだまだ買わない人に対してめちゃくちゃアプローチかけすぎて結局何も起きないということはよくあるかと思います。でよく、こんな機能があったらいいと思います。スカウターって知ってます？はい、あ、よかった。あのねドラゴンボールのフリーザとかが使うんですけど、あの戦闘力を測るあの機械があるんですね。あいつの戦闘力は何百万だっつってスカウターがぶっ壊れたりするんですけど、そういう機能が営業マンがそれぞれ持ってれば割とあこの人スカウター購買力1だから全然買わなそうだっつってあムシムシっつって他のお客さんに当たってった方がやっぱり受注に至る確率は高くなると、こういう機能が分かればいいのになという時に出てくるのがマーケティングオートメーションのツールになります。はい、でマーケティングオートメーションを使うとどんなことができるか、スカウターみたいに数値でですねお客さんの戦闘力を測ることができます。どんなことか、見込む客に対して買うかなどうかな分かんないなってお客さんに対してですね自動で営業活動を行って、見込み客の点数付けをしてくれるんですね。はい、なんとなくあんまりイメージ分かんないやって話ですね。ちょっと具体例挙げてみます。見込み客のスコアリング、点数付けですね。マーケティングオートメーションツールを使うとですね、それぞれの各いろいろなタイミングでですね、ポイントをつけて、お客様に重み付けをすることができます。サイトアクセスが、これウェブで話してるんですけど、ウェブ以外の現実の話でも全然使える話なんですが、サイトにアクセスがありましたと、ありますわなと。何か問い合わせがあった。問い合わせがあったお客様に対してはプラス10ポイント。資料付きメールを
これ自動でマーケティングオートメーションを送ってくれます、問い合わせありがとうございますというのも、しかも即時に送るんじゃなくて例えば3時間後ぐらいに送信するとか、そうすることなんか人間味がある送信の仕方もできたりするんですけど、資料付きメールを自動で送ってみます。それしかもメールを送ってメールが開封したかどうかのチェックが実はできる、はい、資料のダウンロードができるかどうかっていうのもダウンロードしたかどうかもプラスでチェックができます。まあ、今回の場合メールを開封したらプラス10ポイント、1ヶ月後ぐらいに経ってですね、あ、今まで問い合わせがあったお客さんに対して、展示会があるからぜひ来てねって案内メールを送るとします。これも自動でキャンペーンっていうのをちょっと作っておけば、こういついつこういう展示会があるからっていうちょっと設定だけしておけば自動で送ってくれます。で、そこには展示会の案内と、参加フォームへの URL を書いておくわけですね。でさらにメールを見てくれたら10ポイント、さらに参加フォームで参加表明されたかをチェックして、それを参加表明されてればプラス10ポイント。で、ここまでのプロセスで何ができるかっていうと、見込み客のリストがダダダダッとできてきます。ちょっと見ていきますね、左側から、匿名さん、サイトには来てくれたけど何も問い合わせも何もしてくれなくて、まあ、ここの人もめちゃくちゃ多いと思います、実際には。で、A さんに関しては問い合わせをしてくれまして、B さんに関しては問い合わせもしてくれたし、資料も開封してくれてるよ。C さんは問い合わせも資料開封もしてくれて、展示会の案内を開封はしてくれたんだけど、展示会の参加っていうところはまだ至らなかったよ。じゃあ D さん、全部やってくれました。0ポイントから、合計ポイント数がですね、0ポイントから40ポイントまで、溜まってきます。じゃあどれが一番いいと思いますか、丸谷さん。どの人が一番お客さんとして、見込みの高いお客さんだと思いますか。 D さん。 D さん、そうですね、はい、今まで営業さんがここら辺の受注見込みっていうのは営業さんの肌感とか、ウェブ担当者の肌感でこう、あ、この人返そうか、もう一回メール送っとこうっていう感覚でやってた部分が、こうやってポイントになって可視化してみるとですね、あ、この人まだ低そうだなから高そうだなまで、こういうふうにフィルタリングができます。で、結果としてこの D さんの情報めちゃくちゃこの人熱そうだから、まずこの人から当たってみてっていうふうな営業の指示ができるんですね、はい、これがないとあるとではやっぱり、営業の質がやっぱり変わってきますね。この方に対してだったら割と初心者の営業の方でも、しっかりとこうこの方に向けての、なんですかね、教育をしてあげればなんとかいけそうな気もするし、ここら辺にはもう無視していいよと、まあ、A さんぐらいだとあんま無視していいわっていうのも判断ができるかと思います。これをやってくれるのが、マーケティングオートメーションのツールになります。はい、ちょっとだけ専門的な話、マーケティングの専門的な話になるんですけど、それぞれ今後ですマーケティングオートメーションって面白そうやなと思って調べていくといろんな単語が出てくるので、それのちょっと紹介をします。こういう 今やったらですね、こういうような作業のことを、こういうような作業のことを、見込み客の選別、って言います。これ英語名称でリードクオリフィケーションっていう名前をつけてるんですけど、よく言われてるんですけど、見込み客っていうのをより、段階的に分けて割り振っていくこと、下に行けば行くほどお客さんとして質の高いお客さん、購入に近いお客さんだというふうに選別をしていくことをリードクオリフィケーションと言います、はい、で、それぞれの選別のステージがあって、その選別のステージそれぞれに対してですね、これも名前がついていて、認知してもらう、まず認知してもらう、サイトにアクセスしてもらうということを見込み客の獲得、リードジェネレーションとかいう言い方をします。あ、こんな単語あったなぐらいで覚えてくれます。これ結構知らなくてもいい話なので、で、見込み客を獲得したらそれを単純に見込み客のままにしとくんじゃなくって、いろんなアプローチでこう、自動化してですね、アプローチでメールを送ったりだとか DM を送ってもいいと思います。そういうことをしてですね、育成していく、リードナーチャリングっていうんですけど、見込み客を育成していくっていう、なんていうんですかね、階層もあります。まずは見込み客は、どなたもそうなんですけど、見込み客というふうに一番認知してもらって、その次に、いろんな角度からですね、あ、この人興味関心持ってるなっていう層は、先ほど出た A さん B さんかなと、ちょっとだけ興味は持ってるんだけどまだちょっと足は伸びないかなと、
でも C さん D さんに関しては結構興味あるぜと、比較検討している段階と、こういうステージングがあるんですけど、これそれぞれのことを、認知一番上トップオブザファネル豆腐とかいう言い方をします。あ、これ覚えなくてもいいですテスト出てこないんで、これファネル、このロート状になっていることをファネルと言いまして、要は受注に至るのって認知、一番上の層からするとすごく限られていると思います。数パーセント、1%、2%、10% いかないんじゃないかなと思うんですけど、どんどん下に行くにつれてお客様は絞り込まれていくと、これを自動化して、効率よいマーケティングをしていきましょうというのがマーケティングオートメーションになります。それで、真ん中の層のことをモフ、ミドルオブザファネルとか、もうギリギリ買いそうやねんっていう人はボフとか言います。ボトムオブザファネル、ファネルっていうのはロートのことを英語で言うとファネルと言います。はい、こうすることによって、本気度が一目瞭然になります。はい、ただですね、マーケティングオートメーションツールって、その単独で使うことももちろんできるんですけど、いろんなシステムと連携するっていうことも割と大切になってくるんじゃないかなと、まあ、システムだけじゃなくて人とっていう部分もあると思うんですけど、マーケティングオートメーションの分野っていうのは、提案とか受注の分野っていうのはまた別の話ですね。お客様に実際に提案しに行って話をまとめてくる人、ただそのシステムではセールスフォースオートメーション、セールスフォースとかよく呼ぶんですけど、 SFA がそこら辺はになってます。それでお客さんに1回なった人に関しては CRM っていう仕組みがあると思います。マーケティングオートメーションの位置づけとしてはですね、セールスフォースオートメーションに渡すための選別をするためのツールがマーケティングオートメーションツールです。はい、横橋ばっかりちょっと眠たくなってきましたね。はい、でそのマーケティングオートメーションも見込み客があって初めて動き始めるので、そのためには SEO だとか SNS、DM、広告、セミナーとかいろんなことを通してですね、まず見込み客をとにかく放り込むっていうところも必ず必要になってきます。今ここまでは割と、なんだろうな、ウェブ中心の話をしてますけど、実際ウェブ使わなくてもこれ使えますからね。例えば名刺交換した営業さんがいろんなとこ行って名刺交換してきましたと、それを一個ずつマーケティングオートメーションに放り込んでおいて、登録した段階でもう勝手に今日はありがとうございました、〇〇ですと、弊社の得意となるこの分野の資料をこちら提示させていただきますのでっていうふうにやってあげれば、それはもう立派なマーケティングオートメーションですね。なのでウェブを絶対使わないといけないってわけじゃなくって、営業活動をされている営業さんからすると、名刺をちょっと登録してくれればあと勝手にほとんどやってくれ、まあ、ほとんどじゃないかな、やってくれますよというところは、マーケティングオートメーションが担っているというところです。ちょっともう少し深く言うと、マーケティングオートメーションとセールスフォースオートメーション、CRM との、まあ、大きな違いはですね、マーケティングオートメーションが、まあ、関連の対象とアプローチの仕方が大きく変わってきてます。見込み客に対して、主に管理をするのがマーケティングオートメーションで、主にもう お客様になった人、なりそうな、もうギリギリになりそうな人っていうのが SFA だとか CRM が、管理の対象としています。大きく違うのはアプローチの方法ですね。まだ見込み客で買うかどうかもわからないので、一人一人に対してこうアプローチしていくよりも、集合、ある集合ですね、例えば資料請求してくれたお客様に対してこういうやつを送ってみようとかですね、バレンタインが近いから、女性に対してこういうことをやってみようっていう、割と集合に対してアプローチするのがマーケティングオートメーションの役割です。 SFA とか CRM っていうのはもうお客様になっている、もうなりそうだっていうお客さんなので、割と対個人に対するアプローチをするのが SFA だとか CRM になります。はい、で今からマウティックとはって話をしていこうと思うんですけど、ちょっとここまでで何か質問ありますか。良さそうかな。はい、いいかな。はい、で、じゃあマウティックっていう話をしていくんですが、マウティックって何ぞや、マウティック聞いたことあるよって人、聞いたことあるよって人、やっぱでも逆に聞いたことない人の方がやっぱ多いですよね。マウティックっていうのは、マーケティングオートメーションのツールです。先ほど言ってたこう誰々に対してこういうふうなことやったら10ポイントとかいう設定をしていくツールの
名前になります。でマーケティングオートメーションのツールってマルケットとかいろいろあるんですけど、この前マルケットの方と名刺交換ちょっとさせていただいて話を聞いてると、基本的に10万円月10万円以上からとかっていう割と高額なものが多いんですね。そうすると今話聞いてわこれちょっと面白そうだなと思っても10万円か月10万円か、まあでもペイされるぐらいのリターンがあればいいんだけどなっていうところでちょっと足踏みしちゃうところであるじゃないですか。マーティックに関して言うとオープンソースのソフトウェアなので自分のサーバーにこう入れてですね、動かしてみても動かしてみると、それに関しては別に費用としてはかからないと、ちゃんとサーバーの保守だとか管理していけば、そこに関する費用はかかりません。オープンソースのソフトウェアとしては唯一ですね、マーケティングオートメーションの唯一のオープンソースソフトウェアになります。なのでオープンソースソフトウェアってところも割と重要で、自分で、マーケティングって絶対会社によっていろいろやり方が違うと思うんですけど、ある会社はこうやってやったけど私の会社はこうやってやると、だからカスタマイズがしたいんだけどとなった場合にマルケットだとか他のですね有料のマーケティングオートメーションツールを使うとどうしてもこうカスタマイズがしづらい部分ってブラックボックスになってるんでできないことが多いと思うんですが、これも自分でカスタマイズができます。ただ僕はやったことないのでやり方があったら教えてほしいんですけど、基本できるようになってます。はい、なので営業活動をより自動化最適化した状態で自動化するって考えた時には割とマウティックというのは一つの大きな候補になるかなと。マーケティングオートメーションをこれから導入してみたいという方に関しても、ちょっとですね試金石として使っていただくにはちょうどいいツールなのかなと思ってます。だからマウティックの回し物みたいになってるんですけど、たまたま勉強会だとかやってるのでちょっとこれを紹介してるだけですね。他にはただ単純にないと。基本情報としてはですね、今最新バージョン先日 2.6 が出ました。はい、ちなみに 1.0 というのは2015年の3月にリリースしているので、それ考えるともう最近のソフトウェア割と新しめのソフトウェアで、そのたった2年ぐらいのうちにですね非常にこうバージョンアップをしているというような、ものになります。ライセンスとしても、ワードプレスと同じですね GPL を使ってます。ただバージョンの3以上以降という形ですね。動作環境は PHP の 5.619以上で動くので、あと MySQL ですね。で動くのはよっぽど CPI だと動きました。他の多分サーバーでも動くと思います。はい、AWS でも動くと思います。日本語化、よくこれで問題なのが、新しいソフトウェアって日本語がなくて英語ばっかりでちょっと分かりづらいわっていう方も多いと思うんですけど、割と日本のコミュニティもしっかりとしてきてますし、しっかりと日本語で、活用できるドキュメントっていうのも揃いつつあるというような状態です。またこれ後ほど配るんですけど、下に URL を配置してあるので、ちょっと気になったら深く知りたいなったらこれ見てもらえれば、見れるかなと思います。はい、よいしょ。他のソフトウェアとの比較って書いてますけど、いろいろ細かくて多分見えないと思うんですが、AB テストができたりとか、なんだろうな、E メールのマーケティング、CRM との連携とかですね、イベントマネージメント、ランディングページが作れたりとか、いろいろと機能としてはあります。これがマウティックで、右側がマルケットとか、割とハブスポットとかですね、有料の、マーケティングオートメーションツールなんですけど、まあ、そことも基本遜色はない感じにはなっているようです。ただ僕も全ての機能使えてないんですけど。で使ってみようとなった時に2通りのやり方が使い方があります。片方先ほどから説明しているように、オープンソースソフトウェアなので自分でインストールをして使うっていうことができます。 mautic.org ってところにですねアクセスすると、フリーダウンロードができます。もし自分で使う分のあんまり料金は無料ですね。でサーバーの用意は必要で、どうしてもマーケティングオートメーションツールの特性としてですね、非常にセンシティブな情報を扱うので、メンテナンスっていうところはやっぱり必須になってきます。なのでそれができる技術者がいて、自分なりにカスタマイズ自分たち用にカスタマイズしてよりやっていきたいということであれば、
このマーティックドログからダウンロードして一回使ってみるというのが一つの手だなと思ってます。ちょっとこの下の部分メンテナンスがちょっと怖いわ、サーバーもちょっとうちロリポップでやるにはちょっと怖いわとかあるのであれば、マウティッククラウドっていうのが最近というよりもだいぶ前からですねあります。これはマウティッククラウドで検索してもらったら出てくると思うんですけど、クラウド型で、無料のプランが、5000コンタクト、5000人の情報までは登録できるっていう無料のプランがあります。5000人ってよっぽどその中小企業だったら、小規模な企業だったらよっぽど5000人超えるようなクライアントさんっていらっしゃらないと思うんですけど、よっぽどクラウド無料版でも使えるような機能はあります。クラウド版だとサーバーの用意も不要ですし、メンテナンスもまあ自動でやってくれてます。カスタマイズに関しても若干の制限があるんですけど、まあ他のメリットに比べてカスタマイズがそんなにする必要があるかっていうところですね。あと日本語対応はもちろんされています。部分的にされてないやつがまだあったりもするんですけど、はい、こんなやり方がありますので、もしですね興味があれば今すぐにこれ登録してもらえばできると、はい、あ、そう、これ実はですね、このデイビッド・ハレっていう方が、開発してファウンダーの方なんですけど、この方が日本に来てくださってですね、講演をしてくださったんですね、その時に使った資料です。なので、割とこう、ようこそっていう感じで作ってあるんですけど、デイビッド・ハレーさんっていう方が、立ち上げられて作っていると。この方がですね、なんでこう、マウティックを作ったかっていう話も、その、去年の7月かな、ちょうど台風が直撃してですね、イベントの参加者が激減した時に話をしてくれたんですけど、いろいろと見渡すと、マーケティングオートメーションってすごく便利な機能なんだけど、さっき言ったように、有料版しかないと。有料版だとなかなかこう手を伸ばすにはちょっとはばかられる層ってやっぱりあるじゃないですか。そうするとワードプレスが100万円だったら使ってる人って限られてきますよね。100万円とか200万円するんだったら。でもオープンソースにすることで、手の届きやすい、ユーザーごとに手を届きやすくして、より使ってもらってより、反映していくために、無料版をしたら面白いんじゃないかって言ってやられたということもおっしゃってました。はい、こんな感じですね。はい、マウティックとはっていうのが今終わりました。じゃあここからは具体的なマウティックのですね、基本機能についてお話をさせていただきます。ここからちょっとデモになるので、多少は面白くなるんじゃないかなと思います。はい、マウティックの主な機能、まずちょっと口頭で最初にお伝えしてからデモの方に移ろうと思います。はい、マウティックの主な機能、まあ、こんだけたくさんあってさらにもっとたくさん増えてます。モニタリングって言って、まあ、マウティックは、その、まあ、サイト上にちょっとタグを入れておくとですね、Google アナリティクスのようにトラッキングどんどんしてくれます。それで、いつ どのタイミングどのページにアクセスされたかっていうのはちゃんとキャッチアップしてくれます。それでレポートの機能があるので、その結果をレポートとして簡単に取得することもできます。実際一番大切なのがコンタクトっていって、見込み客ですねを管理するための機能ももちろん充実してますし、それに紐づくポイントだとかポイントの付与っていう機能もあります。あと見込み客が割とこうブワーッと溜まってくると、どういう層がいてとか今どれぐらいのステージでっていうのを判別するためにセグメントだとかステージっていう機能もついています。あとはキャンペーン、先ほど展示会に来てほしいなって思った時には、キャンペーンを通す一つ立ち上げてですね、そのキャンペーンを元にして、このメールを送るとか、このサイトに行ってもらうとかっていうのを自動的にやってくれる機能もあります。で、このマウティックの中で、自分でフォームを作るとかですね、ランディングページを作るっていう機能もあったりするので、ぶっちゃけ言うと、まあ、サイトがなくても、メールアドレスだけとりあえずみんなのメールアドレス持ってて、サイトがないんだけどランディングページ作っ、マウティック上ですね、ランディングページ作ってそのページに飛ばしてフォームに入力してもらってっていうこともできなくはないです、はい、なのでウェブサイト持ってないからうちは使えないってわけじゃなくて、こういう機能がマウティック持ってるので、マウティック登録しておくと、B2B で別にウェブサイトもいらないしっていうお客さんでもこういうのは使えるかなと。ランディングページ作っておいてそこ に展示会の案内を置くっていうこともできます。あとそれぞれの資料だとかですね、動画だとか画像だとか、それを管理するための、まあ、アセットっていう機能もあります。
で他のシステムとの連携だとか、さらにいろいろとですね、A/B テストができたりとか、あとは最近搭載されたのは自動オートコンプリート、マウティックにも見込み客として登録されているお客様が別の何か展示会の申し込みフォームを表示したときに、そのあらかじめもう情報が入っているという状態で表示されるフォームがということもできたりします。とにかくすごくですね、機能があって、2年間のうちにバージョン1からもう 2.6 だったっけまで来てるっていうレベルなので、どん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 機能が追加されている状態です。で実際にですね、マウティッククラウドの画面で基本機能をご紹介させていただきます。よっ。よいしょ。あ、これ見えないと。よいしょ。はい、これがマウティッククラウドにログインしたときに表示される画面です。まあ、パッと見 Google アナリティクスと似てるんですけど、いつどれぐらいアクセスがあってっていう。ではこれマウティックが今管理している匿名ユーザーも含めた、どれぐらい匿名ユーザー増えてますよとかいうのがこのグラフに出てきてます。これ僕のサイトをベースにやっているので、まあ、僕のサイトって割とこう土日はアクセスが少なくなるんですね。おそらくウェブに関する情報を結構提供しているので、ウェブ制作会社さんが休みになると途端にアクセスが減ると、まあこれも Google アナリティクス見れば一発で分かることなんですけど、そういうことももちろん見ることができます。これ下がこんな感じでどこのエリアからが多いかみたいなのも、まあ、これ Google アナリティクスと一緒ですね。はい、Google アナリティクスにないのが、例えば E メールを送ってそれをオープンしてもらったグラフとかですね。ちょっと昨日嫁に登録してもらったので、実際ちょっとキャンペーン作ってみたので、こういう感じで見れますよと。はい、あとここら辺のグラフに、ここに関しては、メールをオープンしてくれたかどうかの円グラフだとか、いろいろとこうトップのページで見ることができます。もちろんカスタマイズもウィジェット追加すれば追加ができると。というような形です。これはまずダッシュボードと呼ばれる、まあ、俯瞰をする機能ですね。他にも、左側ざっといくとコンタクトというのが先ほどの見込み客のことを言います。あるマーケティングオートメーションツールでこれリードとかいう言い方をしたりもします。まあ、コンタクトもリードもイコールだと思っておいてください。はい、でちょっと昨日僕の嫁にですね登録をしてもらったので1人だけ追加されてるんですけど、ちょっと見てみますね。小野ゆかりと言います。でこの人がですね昨日、まあ、ホームページから申し込みをしてくれましたよ とある資料請求をしてくれましたよとなった時に、こんな風な、記録のされ方がなります。よいしょよく見えねえな。この辺で、ちょっとごめんなさい、見づらくてごめんなさい。一番下が古い情報、一番上に行くにつれて新しい情報です。まず、サイトにアクセスされたので、自動的にこう匿名ユーザーとして登録がされました。この次に、どこから IP アドレス、どの IP アドレスから来たかが分かりました。どのページを見たかが分かりました。で資料請求っていうのがされたのが分かりました。でメールが勝手に送られてポイントがどんどん追加されていって、それぞれメールを送ってですね、よいしょ、ちょっと後ろの方見づらくて申し訳ないんですが、メールが開封されたりしたのでポイントがどんどん加算されていったと。そうすると120ポイント今この人持ってますよっていうのが、このダッシュボードというかですね、このコンタクトのページから分かります。ここからメール送信する、この方に対して直接にですね、メール送信することもできますけど、こんな情報が、獲得できたと。この情報ってすごく営業さんからするとですね、今だとこの1ページしかアクセスされてないんですけど、特定のページをすごいなんかある属性のページ、機械製品売ってる方とかだとなんかこの産業用ロボットのページがやけにアクセスされてるなと、
それで問い合わせしてきたとなったら、営業さんとしてもあこの人、産業用ロボットに関してすごく興味があるんだ、だから問い合わせしてくれたんだっていうのがこの行動履歴から分かったりします。もっと言うと医療用に関して興味なさそうやなというのをあらかじめもう分別した状態でアプローチができますよね。はい。で全くの匿名のユーザーに関してもここクリックするとですね、IP アドレスで管理されてるんですけど、まだポイントはゼロだけどもこの人はあこのページアクセスしてんなみたいな、まずブログのトップページ来てからこのページアクセスしてんなとかが分かります。それ実際にフォームに送信されて初めて、過去の行動履歴とそのフォームの、入力内容が一致させられて紐付かれて、ここに名前として表示されていきます。よいしょ。なんかいい例があるかな。案外ない。1ページだけ見てっていうところが多いか。よいしょ。ないな。はい。これコンタクトっていう機能です。あと最近会社っていう機能が追加されてちょっとこれ登録してないんですけど、そのコンタクトが例えば、なんだろうな、適当に任天堂からのコンタクトがたくさんあったらその任天堂ってこの適当に言ってます適当に言ってますけど任天堂っていう会社の中でこんだけのお客さんが見込み客がいるよっていうふうな、分別の仕方もできますし、セグメントって言ってですね、資料請求してくれた人、まあ、ワードプレスでいうカテゴリーがちゃんとついてるっていうか、その人に対して、タグをつけたりとかカテゴリーつけてるような感じで資料請求してくれた人はこんな人だよっていうのの、絞り込みがここのセグメントからできたりもします。あとコンポーネントがさっき言ってた、資料の掲載ですね、資料をここで保管しておくアセット、フォームを作るフォーム、これフォームの作り方も割と簡単で、よいしょ、編集、フィールド、このフォームはどんな名前ですよ、資料請求フォームですよ、フィールド、どんなフィールドがあって、この例えば姓、名、メールアドレスで資料請求っていうボタンあったとして、その姓っていう入力されたら、コンタクトの情報のラストネームと紐付けますよと。名って入れたらファーストネームと紐付けますよ、メールアドレスは E メールと紐付けて、このコンタクトに一致させますよっていうようなやり方が簡単にできます。フィールド追加っていうのもここから、選択して URL とかですね、結構ウィジウィグでできたりします。はい。あとさっき言ってたランディングページですね、ランディングページも新規追加をすると割と簡単に構築ができます。あらかじめもこんな感じのランディングページでどうすかっつってテンプレートがあったりするのでそれをもとに選択してあげてビルダーっていうのを立ち上げるともうオンラインでこうここにテキスト入れていいなっていうドラッグアンドドロップだったかな、どこできたはずだな、これかな、入ってますね。あ、でここで直接編集をすると。グッドニュースをみたいに変更してあげる形ですかね。どこが変わってるかな。はい。どこが変わってるか、ここら辺か。はい。やってあげると、あれ、保存してない。あ、保存しなかったのか。出ればいいのか。はい。ちょっとここら辺で、まあ見たまま編集ができるという機能もあります。はい。あとごめんなさい、ダイナミックコンテンツというかいうものもあるんですけど、これは あるポイント以上の人に関してこういうコンテンツを配信する、いつもご利用ありがとうございますみたいないうのを作ることもできたりします。はい。結構時間がある。ここキャンペーンっていうのが割と肝になる機能です。このキャンペーンっていうのは、先ほどカスタマージャーニーマップとかって話がちょっとあったんですけど、どういうお客さんに対してこういうことやったらこういうポイントの集められ方ができるんじゃないかとかポイントの設定の仕方ができるんじゃないかっていうのを、設定する画面ですね。ちょっと1個見てみます。
よいしょよいしょ。編集。キャンペーンだ。よいしょ、こんな感じでキャンペーンを設定します。ちょっと見づらかったらごめんなさい。資料請求フォームに問い合わせが、申し込みがありましたよってなったら、その申し込みがあった人に対して、ちょっと左からいきますね。資料請求してくれた人っていうセグメントに放り込む。その次にステージを興味関心があるよっていうステージに放り込む。でポイントを100ポイント加算する。でその後に資料の URL をメールで送る。ここからが面白いんですけど、メールで送って、あーメールで送りましたわじゃなくって、メールを送って開封をしてくれたらポイント加算プラス10ポイント、メールを送ったけど開封を10分待ってもしてくれなかった、これ本来1日とか2日とか3日になるべきなんですけど、10分待ってくれやってくれなかったらマイナス10ポイント。でさらに、右側行くと、よいしょ、資料のダウンロードをよいしょしてくれたかどうか、イエスだった、資料をダウンロードしてくれたらプラス10ポイント。でさらにステージをさらに一歩進めて比較検討という状態にする。で10分待って資料はダウンロードしてくれなかったら、メールを開封してくれたんだけどねっていう場合は、10分待ってマイナス10ポイントというような形でキャンペーンを組んでおくとですね、資料請求フォームに申し込みがあった場合にこれ自動的に送られてきます。もしですね、ちょっと興味があればですけど、オノコン .net でアクセスするとですね、あのブログ僕ブログ書いてるんですけど、ワードベン一番左側のメニューにワードベンチ名古屋2月勉強会っていうメニューを追加しておいたので、ここにフォームがあります。よいしょ、ちょっと一回入れてみますね。これだとちょっと待ってよ、こっちだと、こんな感じで資料請求するとやってみます。ありがとうございますってきてですね、じゃあマウティック側どうなってるか、よいしょ、コンタクト見てみます。やべ、誰かやってくれてる、ありがとうございます、すげえ、ありがとうございますもう誰かやってくれた、今僕登録しましたね、小野隆で登録されて、この方は、どんなふうなことができているかというと、今ポイントとして100ポイントになってます、まあ、申し込みしてくれたんでっていう。お、津田さんありがとうございます。津田さんもとりあえず100、お、津田さん120ポイントになってますね。これはメールが届いてそのメールを開封してくれてるからですね。ちょっと見てみましょう、メール、どんなメールが来てるか。よいしょ、御礼、資料請求ありがとうございます。 こんな超長い URL なんですけどこれでトラッキングしてると思ってください。このメールが開かれてるかどうか。あ、これ今画像が非表示になってますって書いてあるんです。ちょっと見づらくてごめんなさい。非表示になってますってあるんですけど、画像を読み込んだ らメールが配布されてるって確か判断をしてるんだと思います。なので下記の画像を表示ってあったりすると、どこにも画像なんてないんですけど、1ピクセルの多分画像かなんか埋め込んであるんですね。でここからダウンロードどうぞってやってクリックするとですね、ダウンロードされてというような形でポイントがどんどん加算されていきます。今まだリロードする前100ポイントなんですけど、これをですね F5 で押すと、 ありがとうございます、あ、110ポイントになってますね。メールを開封したぞっつって、でこんな感じで、あ、これグラバターと紐づいてるみたいで、僕のメールアドレスとそのグラバターの情報が紐づいて顔写真があるやつに関しては出てきます。多分カスさんとかも出てくるんじゃないかな。会社のアドレス。ああ、そうかそうか。あ、でも入ってる。津田さんとかありがとうございます。こういうふうにすると、多分津田さんって
今まで、あ、そうか、こういう感じですね。まず僕のブログにアクセスがあって、なんか別のページ見てからワードプレスのプレスディスクに、あ、いろいろ見てんだっていうのが分かるんですね。いろいろ見てんだこの人っていう。もう丸裸になりますね。そう、こういうのがあるのとないのとではやっぱり営業さんがこういうこの人、このメールアドレスでアプローチしてって言われるよりも、こういう履歴がある人に対してアプローチしてと、もうこれメールじゃなくてもいいです。ここまで来たら電話するっていうアクションにしていてもいいと思うんですね。あのメール、ある営業さんにメールを送るとかっていう多分設定もできるので、この100ポイント以上になった場合はメールをこの営業に送るっていうふうにしておけば、この人がどんな行動履歴をして、なぜこういう問い合わせに至ったかっていうのを営業は吟味した上で電話をかけて、先ほどありがとうございましたと、弊社からあの問い合わせいただきありがとうございましたと、どういったことを興味がありますかみたいなふうに聞くと、まあ、分かってるんですよ、こっちの興味としては。ああ、こいつめちゃくちゃ工業製品に興味あるなっていうのが分かった状態で電話して、言うと優位に立てるんですね。そうすると、営業としてもやりやすいと、ヒアリングする必要ないので、こういうようなことが、キャンペーンを通じてできるようになります。はい、なのでこの部分を先ほどのカスタマージャーニーで、まだまだ客に関してはまず、情報としてメルマガ登録をしてもらうことをまずゴールとしてですね、メルマガ登録をしてもらったらこういうふうなアプローチをして、こういうふうにお客様としてですね、より、選別をしていこう、リードクオリフィケーションしていこうということを、考えていくべきところですね。なのでキャンペーンというのは主に肝になる部分です。はい、それを、勉強会だとかでも 毎月やってるという感じですね。はい、でちょっと見ていくと、チャネルっていうのがあって、メールとかですね、メール どんなメールがあるよとか、次フォーカスアイテムっていうのがですね、さっき僕のウェブサイトアクセスしていただいた方だったらもしかしたら分かるかもしれんですけど、これ何気に右下にポロンと出てきて、最近よく見るサイトありませんかね。一番下までスクロールすると、あの、お読みいただきありがとうございました、もし詳しい情報はこちらに登録してください、これフォーカスアイテムっていうらしいんですけど、こういう機能もあったりします。フォーカスアイテム、これかな、うん、これもオンラインで、ですね、そう、誰かが登録してくれるのが編集ってやると、もう割とオンラインで一通り完結すると。やべえな、バグってんな。たまにあの、うまく動かない時あります。あの、一番下までスクロールしたらあれ出すとか、どんな表示のさせ方するとかっていうのも、ここからですね、あ、こんな感じ、あ、下に行っちゃったな、ゼロにズームしてるから。あ、そうか、こんな感じで出したりとか、あとはモーダルで出すってこともできます。こんな感じでですね、こういうふうにしてオンラインから、販売促進用のその簡単なですねフォームも作れます。よいしょ、よいしょ、アクション、ここはまあ僕使ったことないですけど、アクション、あ、ポイントですね、どういうふうな時にポイントを付加するっていうのもここからも設定できます。基本的に多分キャンペーンから設定することが多いかなと思います。あとはトリガーに関してでしょうね、あとステージですね、先ほどのローと、ファネルって言ってた部分ですね、今この人はどこのステージにいるんだろうっていうのをあらかじめ自分たちの方で、決めておくことができます。それでステージをどんどん降りていくようなんですね、指定ができると。ここのステージとセグメントと会社は何が違うやって話なんですけど、まあ何が違うか分からないですとりあえず、この辺はまだこなれてきてない、実務経験が足りない部分かなと思ってます。僕の頭の中ではこのステージに関しては先ほどのファネルをイメージしてます。でセグメントに関してはいろんな属性ごとに分類するっていうイメージでいます。あとレポートはですね、あのダウンロードオーダー説とか、いつ
どんな情報でダウンロードしてくれてるかっていうのもこんな感じでレポートとして出てくるので、ふむふむと見てもらえるようになってます。すごい、ありがとうございます。杉浦さんもやってくれた。はい、というところですね。よいしょ。ここまで何かあります大丈夫かな、ちょっと機能だけ紹介してますが、はい、で皆さんワードベンチに来てるので、ワードプレスとマウティックどうやって連携させるねんっていうところを次話しようと思います。マウティックはマウティック、ワードプレスはちょっと別物になるんですけど、その橋渡しの部分ですね、どういうふうにアクセスされ、どういうふうにその情報をですね、リードだとかコンタクトを貯めていくような仕組みがなるの、仕組みになるのかというところのお話をしていきます。ただもうめちゃくちゃ簡単です。こういうプラグインがあります。マウティックの公式のプラグインで、WP マウティックって調べてもらうとですね、こういうプラグインが出てまいります。ちょっと設定の画面もまた後に見せた。はい、実はですね、この WP マウティック1年ぐらい更新がされていないんですけど、なので古い、なんだろうな、アクセス解析でいうコードの埋め込み方をしてます。ただ実際 GitHub の方で GitHub.com のマウティックのマウティックワードプレスのところでですね、昨日も割とやり取りがあってそこは割と活発にですね、開発も進められているので、ちょっと新しい機能だとか使いたいわ、あとダイナミックコンテンツとか使いたいわってなった場合は、GitHub.com のマウティックのマウティックワードプレスというところにアクセスしてもらうと、そこからですね、プラグイン最新版というか、まあ、開発中のプラグインがダウンロードできます。はい、よいしょ。ちょっと待ってね。それで次にあるのが、マウティックでもフォームは作れるんですけど、既存のフォーム、コンタクトフォーム7で作ってあるフォームと連携させるにはどうしたらいいのといったときにはですね、関西のですね、岡本さんという方が作られた、コンタクトフォーム7とマウティックを連携させるためのエクステンションっていうのが出てます。CF7 マウティックエクステンションというのが、これも公式のプラグイン、ワードプレスの公式プラグインとして出ているので、もうコンタクトフォーム7でもやっちゃってるんだけどどうしようかなっていう場合はマウティックにわざわざ置き換える必要なくって、こういうプラグイン入れてあげると、対応表はちょっと作らないといけないんですけど、そこら辺は実装ができるというところです。30分ぐらい余りそうだけど、30分余ったらアンカンファレンスって思ってます。よし、アンカンファレンスですね。実際にちょっと管理画面見てみましょう。プラグインインストール、これ実際のこれ僕のサイトの管理画面なんですけど、見せていいの？あ、別にいいです。ユーストで、大丈夫です、はい。ジェットパックじゃなくてマウティックの、WP マウティックですね。これインストールしてあります。そうすると設定画面の方に、ちょっと見づらくてごめんなさい。WP マウティックっていうのが出てくるので。これクリックしてあげるとですね、めっちゃ簡単です。このマウティックの URL 入れてねっていうフォームがあるだけで、ここに先ほどのマウティッククラウドの URL 入れて設定保存ってしてあげると、まあ、あとは自動的にアナリティクスのコードみたいなのがバンバンバン埋め込まれていくという形になります。それでマウティックでさっき作ってたフォームを埋め込みたいわって時は、これショートコードが用意されていて、これか、これぐらいか、マウティックフォーム ID1 とかやってあげると、実際に埋め込まれます。先ほどお試しで登録していただいている方とかにお見せした画面に関しては、よいしょよいしょよいしょ、ちょっと見づらくてごめんなさい。拡大した方がいいかな。
こんな感じですね。マウティックフォーム ID イコール3と、まあ、マウティックの画面で ID が分かるので ID を3ってやってあげると先ほどの作ったフォームが勝手に埋め込まれると。ちょっとこの下にあるのは、先ほどのフォーカスアイテムを埋め込むためのコードをマウティックが発行してくれるのでそれは貼り付けてあげると。そうすると先ほどのような画面が表示されるようになります。こんな感じですね。実際とでさっきお見せしたような感じです。それなんか他にも事例がなんかないかなと思っていて、こっからどうしようかな。うちの兄貴のですね不動産サイトにも、ま、あの こんな感じで不動産サイトなんですけど、ここは、無料査定依頼フォームの画面ページです。これワードプレスで作っていて、これコンタクトフォーム7で作ってます。なのでこれ入力してもらって送信ってやるとですね、先ほどのマウティック、不動産用のマウティックに情報が発信されて保存をされてというふうな、プロセスで、コンタクトが溜まっていくというふうなのも実際に運用してみました。ただちょっとで、ね、コンタクトフォーム先ほど岡本さんが作ってくださったって言ってたこのプラグイン、ちょっと一部なんか特定のフォームだとたまに動かなかったりするので、あります。やっぱこれテストしたんですけど、テストが実にやろうとしたんですけど、添付ファイルがあるようなそのコンタクトフォーム7の中に添付ファイルの付けれるフィールドを入れると返ってこなくなります。マウティックからのレスが、なんで延々と動かない状態がくるくる回っちゃって延々と動かない状態になる。そうですね、ちょっとこのプラグインもまだ要改善な部分があるんじゃないかなとは思うんですけど、ただすごく便利なプラグインではあるので、一度コンタクトフォーム7を移行させるにはちょっとまだきついなっていう場合はこういうのを一度使っていただいて、カスタマイズも基本、まあ、オープンソースのプラグインなので自分でカスタマイズしてプロリクエストを送るっていうのも一つの、貢献かなとも思います。はい。で、まあ、最後はこういうようなことですね。マーティックのミートアップ名古屋で毎月、やってるので、毎月の第1月曜日に7時から9時までベースキャンプ名古屋でやってるので、もし興味があればご参加ください。マウティックの日っても最近できて、ただ単に集まってマウティックについて話を、マウティックの操作をやってみて困ったらお互いに助け合うっていう日なんですけど、別に何かカンファレンスがあるとかそういうわけじゃないので、もしマウティックやってみたらなかなかこう一人じゃうまくいかんなって時はこういうのに来てもらえるといいかなと思います。マウティックミートアップとマウティックの日、ぜひお越しください。はい、ちょっと早いんですが、ちょっと何か質問があれば伺おうと思うんですが、はい、野瀬さん。さっきメールで、なんかめっちゃ長いメールで、短縮言われるできるんですかね。なんかできそうな気はするんですけど。なんか別名で登録できてます。要は、ここですよね。ここ超長いメールがもうアセットでやりゃいいんじゃないか。アセットをすればいい。アセットの URL 入れたらいいんじゃないか。あ、そっかそっか。やり方ありそうですね。ありそうですという感じですけど。俺はアセットの URL やる。割とこういう感じで勉強会になってますね。アセットっていうのは、まあ、PDF をアップロードした画面から、管理画面からも、よいしょ、コンポーネントのアセットの右上、ここですね、ちょっと見づらいんですが、こんな感じで、ダウンロード URL っていうのは、このマウティック側で発行してくれるので、この URL を先ほどのメールに貼り付けてあげればいけるかもしれないなと。思います。普通そうなんじゃないのかって話なんですけど、キャンペーンじゃねえな、まあ、あと日本語使わないってことだよね。確かにちょっと日本語の弱い部分がたまにあったりします。
まあ、日本語ファイル名は日本語で使わず、URL をちゃんと、うん、はい。マウティックの中にもショートコードっていうのがあって、ショートコードみたいなのがあって、このアセットリンクイコール4番目のアセットファイルをここにリンク貼ってねっていう設定ができたりするので、僕は今ちょっとそれでやったらあんなわけのわからん長文が出てきて、明らかにこれトラッキングされてるっていう風になってはいるんですけど、もうちょっとやり方はありそうですね。まだ要検討の段階でございます。はい、その他何かあれば。あ、はい、奈良さん、はい、ちょっと戻っちゃうんですけど、はい、マップをもう一度画面にして、マップ、はい、うにゃうにゃ、あー、あっちか、はい、マップでしたキャンペーンかな、よいしょ、開封されたとか資料請求、はい、これですね、はい、こっちの方です。はい、この枝分かれがメールを送信して、そこからこう分かれてるんですけど、はい、あのメールを開封してから資料ダウンロード、あ、これあの感じで、あ、これ実際には同時にチェックされるというか、そういう考え方、そうですね、この、ここから枝が分かれてる場合は、まあ、これ送ってから何かしらどちらかのアクションがあったらどちらかが動くし、あ、まあ、両方動けば両方とも動く、時間軸で考えるとメールが開封されないと資料のダウンロードにはならないんだけど、うんうんうん、そういうのは取っ払っちゃって、こう、あ、取っ払っちゃってますね、なってるっていう感じ、そうですね、な考え方になるんですね、はい、この今の設定だとそうなってますね、はい、メールが開封されてからこの資料ダウンロードってつなげてもいける気はします。だけで考えるとそれがそうですね、あれなんだけど、あ、それはここからたまたまそうされただけ、そうですね、たまたまそうしただけです。ここからここに多分持ってくれるんじゃないか、あ、持ってくれるんじゃないか、多分1個しかやれないから、あ、そっか、じゃあできないんだ、そこを消して、なんかこうグレーのところは割とたくさん伸ばせるんですよ、こんな感じで、割とお使い方もお好みで、はい、まあ、そういうもんだっていう風で表してるだけで、実際の考え方としてはこう、そうですね、はい、あ、そう、これこの前ちょうどセミナー、あるセミナー、印刷関係のセミナー出た時に、オラクルの超 高級なマーケティングオートメーションツールのちょびっとだけ管理画面が見れる機会があったんですけど、似たような画面でした。あの、全然ごめんなさい、話が回答と違うんですけど、いくらだけどね、あ、高そうでしたね、ポイントとしてはこっちも絶対つきますよね、メール開封、そうですね、ダウンロードするためにはメール開封がいるので、基本的にはあの資料ダウンロードした人に関してはもうメールも開封されてるって前提になると思います。そうですね、はい、すいません、いえいえ、ありがとうございます。そのか、これ関係なくて、はい、すごく楽ちんな感じの態度ですいませんけど、あのランニングのはい、が作れるということで、ランディングページが作れる、はい、は、あの、どこがテーマで入るとかそういう流れになってきたりするんですか。まだそこまでは、確かテーマとかも医療とかも入れれるのってオリジナルのランディングだから、 HTML で組もうと思えば組めるっていうだけで、うん、なんかそういう市場っていうか、なんていうの、そういう場はできてはいない。あ、そのテーマを、そう配布してて、例えばっていうのはない、から見つけ出して、ないんじゃないですかね。あくまでもマウティック側が出してくるだけだと思うんですけど、メンバーは。で、実際の、自分で何か作ればそこに取り込むコードモードみたいなのを作ればいいんですけど、うん、だから、で、もっと先行くと作った人がここにアップすれば、それはまだない、まだ今のところは見たことないですね、うんうん、でも今後普及してくればできるような気はします。まだこれ始まって2年なんで、うんうん、じゃあこの中で選んで、そうですね、それか、あの、そう、みんなの最後に作って、はい、自分でカスタマイズして、あと日本語フォーラムもあるので、うん、質問も日本語フォーラムで投げてもらえれば誰かしらが回答できるような体制は、うん、あ、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ質問よろしい、あ、ございます、はい、例えば、はい、ポイントさっき付与されるって話ですか、はい、これっ
できたような気がします。できます。このチャンネルのポイントのあポイントからできるかな。できます、おそらく。はい、いや、できます、できます、はい、はい。なので今ウェブサイトからやってますけど、名刺を登録してもらって電話してちょっとダメそう、結構感動良さそうだったったらプラス100ポイントみたいなのもこれで完結してできると。 MA ツールだけでそこら辺やろうと思えばできますね。じゃ あ, あんまりそのウェブとかそのいわゆる電子みたいな考え方はやめた方がよくて、あくまでマーケティングなんですよっていうことで、要はポイントが何点って言って、ここでじゃあ100ポイントついてても、じゃあ営業が電話メールし電話とかコンタクトしなきゃ意味全くないので、マルティックで基本的に絶対に大事なのは、じゃあその結果をもとにどうアクションするかっていうことを最初に決めとかないといけないんです。でそれが多分ね、有効に使う方法。そうですね、キャンペーンの部分ですね。キャンペーン、あんなにポイントあるのに誰も電話しなかったよみたいな意味がない。ポイントの付け方も結構いろいろまちまちで、1ポイントずつつけてるところもあれば1000ポイントつけてるところもあったりとか、割とこう 桁ごとに重みを変えてるところもあって、1ポイントと10ポイント、100ポイント、1000ポイントっていう形で桁を分けて管理してるようなところもあるような感じで、まだちょっとこうするっていう最適解はない状態ですね。まあ、そうですね、マーケティングのに関してはやっぱり会社ごとにやり方は絶対違ってくるので、そこらはしょうがないと思います。現状だからそういうのの勉強会をやってるんですよね、うん、そうですね。はいはい、あ、野瀬さん、はい。あ、確か IP アドレスだったですよね。 IP とクッキーです。そうそうそう、あ、クッキーもそうですね、クッキーも見てますね。フィンガープリントっていうやつと IP です、はい、そうですね、ブラウザーの。でもこれが割と有料のソフトになると、あの会社名とかも勝手にこう紐付けてくれて、この IP アドレスはこの会社名だから、この会社名の誰かさんが来てるよっていうのは見れるような有料の MA ツールがあるみたいですね、はい、石川さん、はい、はい、うん、あのさっきのメールのタイプで表示されてない画像がありますって出るじゃないですか、はい、あれってあの段階でもちゃんと一応画像自体読み込まれてるんですか。要はそれをクリックしないとカウントが、開封カウントが使われる。どうなんですかね。まあまあ確かにそんな気もしますよね。ちょっとそこまでの細かな動作に関しては把握できておりません。小野さんが使っているのはそれ、あのインストール版ですか、クラウド版ですか。あ、クラウド版ですね。当初インストール版を試してたんですけど、インストール版ってバージョンアップが簡単にボタンでできますって書いてあって、ボタンクリックしたら真っ白になったのでどうしようと思って。そう、2.5 から2、まあ、2.6 が、まあ、2.6 ですね。そうですね。なんかそれで、まあ、まだ触ってなかったけど、またインストールしなくてもめんどくさいし、何もなんか動点いくつだとなんか不安定だったしな、まあ、今始められる人はとりあえずはクラウド版の方がいいのがいい、うん、であとセキュリティ絡みもあるので、なるべくまずはクラウド版でやった方がいいかもしれない。そうですね、案外僕はサーバーだとかそこら辺の知識そんなに深くないので、もうこれちょっと怖いなと思ってクラウド版を。これかなり個人情報なので、やっぱり取り扱いがあるってことを考えた。そうですね、かな。あ、有料版に関してもなんかまだ有料版だと、当時昔聞いた話だと月5万円ぐらいで、あの、あ、であったんです。そこら辺がちょっと変わりそうな感じだという感じらしいです、はい、なんか有料版に関してはまだ変わりそうなところはあるんで、めちゃ高くなります。だそうです。ただ5000リードまでは無料版で、無料なので、5000コンタクトか。だから5000人までのコンタクトは無料で使えるので、しかもフル機能で全部使えちゃうので、今の現状は。なので、それ以上、多分何万人っていうような会社だったら、確かにあるかもしれないので、だから5000までは無料でかなりお得だと思います。5000人。5000コンタクト。カウントの数。コンタクトの数。ここは5000個、認知された
コンタクトの数で5000と伺ってます。まあ、有料になるというよりもどんどん消えていく感じになるのかな、確か。なので5000までしか保存されませんよっていう感じですね、という感じでございます。はい、はい、いいですか、はい、大丈夫です、大丈夫です。他はよろしいですか。あ、はい、どうぞ。はい、いい質問ですね。そう、今のところ効果はないです。効果はないんですけど、ああそうですね、とりあえず今不動産の方に入れてるのは、これも難しいところなんですけど、 Google アナリティクスと僕似てると思っていて、 Google アナリティクスを1年後効果、こうやったら効果が出るって分かってから入れるのと今入れておくのではやっぱり取れてくる情報って全部1年分変わってくるわけですね。そういった意味でとりあえず入れるっていう風な形で、うちの兄貴には入れとくねと、どうやって使うかまだ考えてないという形で話をしてます。ただ効果の土壌を今作って入れるかなという感じですかね。はい、やっぱさっき言ったようにアクションを何かつけないとやっぱ効果があるかないか、実際電話してみて、じゃあ営業で取れた、じゃあその営業さんの腕なのか、情報に基づいて動いたからなのかは分かんない、うん、そうですね。あ、はい、IKKO さん、はい、どうぞ。あ、あ、IKKO さん、はい、無駄に言っていただいたことなんですけど、無制限にこのまま放置するのか、あ、勝手に有料化されないかってことですか。勝手に有料版に切り替わったりしないかってことですか。あ、それはないです。ないです。そう、それだってクレジットカード入れてないから、大学とクレジット確かに。そうですね。うん。ゆかさんご自分。はい、うちの会社で導入をして運用を始めて1年なんですけど、直接間接的に言うと、というかまあメール発信やってるのであれなんですけど、多分売上の3分の1ぐらいのマーケティングが関わってます。関係ない。まあ、というか、まあ、メールも送ってるからなんですけどね。そうです。案外まだ実例が、事例がまだない状態なので、使ってるところは使ってる。あっても発表しづらい。そうしづらいな。だって考えてみんなこんなんやられてるって分かったら嫌だよ。そうですね。でもこういうのができるような土壌はもう揃ってきてますよということはあります。でも大きな会社さん皆さん大体入れてますよ、ね。これに近いようなものすべて。マルケットやなとかよくなんとなく見てると分かったりします。はい、よろしいですかね。あ、はい、奈々さん。聞いてから、あ、そう、あの、この使い方につながることだと思うんですけど、使い方、はい、あの、その導入されたあのお客様がもしあのアナログで電話された場合は電話しましたよっていうのはどういうふうにどっかこう管理画面入ってチェック、そのお客さんがするってことですか。できたはず、できましたよね。それを言っておかないとダメ。マウティックは、それはもっと高いツールであると、いや、あのもっと高いツールであると電話システムとつないで自動的に記録してくれるっていうシステムがあります。ただ、マウティックはありません。あ、ないからそれか。まあ、メモっとくんですよね。メモっとて、うん、メモっていうのはマウティック内でもメモできたはずなんで、マウティック内でメモっとかないと大変ですね。うん、ここら辺かな。メモ追加みたいな。で、それは個人的な自分の1回何日に電話をしたとか、あとメールだと、うん、あ、個人メール、あとメールだとメール送信っていうのがあって、メールだとまあ残るからいいかなと思うんですけど、個別メールだとメール送信という理由にあって、そこからメールを個別のメールにやるときはそこからやる、うん、やる、うん、でまあメールしたことがまあ分かると思うので、そのあの一個人のあのその
ユーザーさんに対して。そうですね。だけど電話した場合っていうのは残らないから、まあ、それをどこかに。そうですね、メモで残す。メモっていうのがあるってことですか。あ、そうですね。今ちょっと見せてみます、ね、これ履歴がこれ自動的にオートマティックに入っていくもの、うん、で、メモっていうところがあって、ここに対して例えば今電話をしましたよという履歴、営業の履歴を残しておくと。だから絶対あの説明して本当にね、あの使ってもらうとなったら説明しなきゃいけないのは、電話したらこのメモに入れてくださいねとか。そうですね、そういった言っとかないと情報として残らない、まあ、基本はただこれマーケティングオートメーションで言って、まだその顧客、見込み客へのアプローチが中心なんですよ。で、今多分言われてるのはどちらかというと顧客管理に近いのかなと思うんですよ。ただあれですよね、今で言われるとお兄様が入れられてて、それを運用をどうするのかは分からない。その電話につなげるところまでがマウティックで、電話以降は営業さんの部類なので、もうそこからは営業サイドがやること。それはもうだからアナログで、あの今までの感じで管理してやればいいんですよ。ただまあ今後はもしかしたら電話のシステムとつながって電話の営業自体もログに残せるようになるっていう世の中にはなると思うんです。そうですね、どこでバトンを渡すかってところですね、営業に。技術と新たな技術としてはやっぱりユーザーさんのことを考えて、さっき稲葉さんが言ってたけど、あまりに知りすぎてるような電話のかけ方をしないっていう営業にですよね。メールとか、そういうのも必要になってくるからね。そうですよね。今まではだってそんなこと考えなくても知らないんだから、知らないなりに電話で。でもこの間僕ある会社の資料をダウンロードしたら、その2時間後に電話かかってきました。普通に、なので普通に全部連携されてるから。取り入れてるとこだと取り入れてるんでしょ、電話との。そこら辺の機微が、そんな感じでございます。ありがとうございます。では、残り10、まあ、片付け含めてってことですか。ちょっとだけいい、さっきさ説明しますはい、あの2017の話で一応、じゃあとりあえず僕からはありがとうございましたと。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。切り替えれるのか。切り替え。これかな。あ、それだ。それであの HDMI。ぽい。来た。あのさっきすいませんわって喋ってた中で1個だけ、2017から今までindex.php っていうのが何もなければ最初に表示されてたんですけど、それが2017から一応フロントページ PHP っていうのが取り入れられました。なの でただちょっとあのファンクションの中にそのindex.php を表示するみたいなことが書いてあるんですけど、実際はごめんなさい、テンプレート階層全く知らない人とかいるのかな。いるよね、きっと、でもそれ説明時間ありそう、このままね。あ、大丈夫、 OK。 テンプレート階層って知らない人いると思うんですけど、何かっていうとワードプレスってこのファイルがあったら一番優先的にこれを表示するよ、なければ次表示するよ、最終的に何もなければインデックスを表示するよっていうようなものなんですよ。で、これ確実に皆さん覚えておいた方がいいと思うんですけど、で、ここに今フロントページ PHP ってあるんですよね。なのでこういったものが表示されますよと、今優先順位としてはフロントページ PHP が優先として表示されますよというような状態ですというお知らせぐらいにしておきましょうか。もう時間ない、はい、そんな感じです。すいません、先ほど言えばよかったんですけど、はい、それではですね、あのアンケートを書いてもらえる方はぜひ次回の勉強会にて基本テーマがあったら書いてもらえると、いつもあのネタに踏み込まるので、はい、じゃあ録画終わります。ありがとうございます。